さて、やっていきますか。この度ね、便利なアドオンを作りまして、それをまあ皆さんに配ろうかななんて思ってるんですけれども、ちょっとね、まあそのための、まあダウンロードサイトというか、準備の段階でね、まあ少し苦労しそうなので、今日はね、ちょっとまあその準備のお話をしたいななんて思っております。はい。で、自分でね、なんかブレンダーで作ったアセットだとか、まあ、あとアドオンとかね、そういうのを、まあ、どこかにアップロードして、まあ、みんなにダウンロードしてもらえるようにしたいなーなんて思った時に、このね、ブレンダーマーケットっていうサイト、ここがね、すごく熱いんですよね。これまあ、有名なんでね、知ってる人も多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、実はね、このブレンダーディベロップメントファンドにね、コーポレートゴールドとして、加盟しておりまして、まあ、アドビとかマイクロソフトだとか、まあね、UBI ソフトだとか、まあ、そういうところとね、肩を並べるようなね、まあ、そういうサイトなんですけど、これ何がね、すごいかっていうと、まあまあこのビカマクリエイターっていうところね、まあよく読んでみるとわかるんですけれども、ね、その自分がそのアセットを販売した収益の一部を自動的に、まあブレンダーディベロップメントファンドの方にね、寄付するっていうそういうオプションが選べるんですよ。うん。で、まあ、ただそれだけだとまあその自分の収益が減っちゃうんですけれども、これね、このオプションを選んでおくと、このなんだろうここに書いてあるハートマークがね、つくようになってるんですよね。実際に販売されてるものをね、見てみると、まあ、この上の方にフィーチャーされてるものは、なんか、ほとんどハートついてますね。まあ、これはついてないみたいだけど。で、下の方に行くと、まあ、ハートついてないものとついてるものがありますと。これね、だからまあ、そのハートマークがついているものを買うと、まあ、その収益の一部がね、ブレンダーディベロップメントファンドの方に寄付されて、だからこのアセットを買うことで、そのブレンダーのね、発展にちょっと貢献できるっていう、まあそういう仕組みになってるんですよね。まあだからハートマークがついてるものってサイト上でもまあ少し優遇されることになるのかな。まあちょっとさすがにそこまではわかんないんですけれども、ちょっとね、図解してみると、ユーザーがいますと。で、まあブレンダーがあって、ここね、ブレンダーマーケットがありますと。で、ユーザーはこのブレンダーからね、まあ、ソフトウェア、まあ、ブレンダー本体をダウンロードして、マーケットの方に、ブレンダーマーケットの方にね、お金を払ってアセットを買いますと。で、そのブレンダーマーケットは、収益の一部をね、このブレンダーの方に、お金渡しますよと、そういうこう、なんていうのかな。エコシステムがね、確立されてるんですよね。いや、だからこれがね、すごいなぁと思ってまして、ビジネスってこういう風に組み立てていくんだなっていうのが、まあよく、わかるというか、まあ、そういう仕組みになっております。それでね、どれくらいのお金が回ってるのかっていうのもちゃんとデータ出してくれてまして、ここ、マーケット、スタッツっていうところね、をまあ見てみるとちゃんとまあこのいくら、このブレンダーマーケットに入ってきてでいくらドネーションしてるんですよっていうのはねちゃんと書いてありますんでまあこういうデータがはっきり書かれててまあ透明性があるっていうのもまあすごくいいですよね。はい。で、その、実際にね、アセットを配布するために、このブレンダーマーケットのクリエイターになるためにはね、まあ、このページから応募するんですけれども、ちょっと敷居が高いんですよね。その応募の際に、自分のポートフォリオと、それから、どんなアセットをね、配布するんですかっていうね、まあ、そういうなんか、提案のちょっと文章をね、書いて、で、応募して審査があるんですよね。で、あと、ま、ちょっとめんどくさいのは、なんかこう、ペイパルのアカウントを作って、それを入力しなきゃいけませんって。
で、まあちょっとね、そういうまあ審査があったり、まあ面倒くさい入力があったりとか、するんですけれども、まあそんなわけでちょっとだけね、敷居が高いんですよ。だからまあ、もうすでに応募はしてるんですけれども、審査通るかね、ちょっとまあ今の段階ではね、わかんないんですよね。ちょっとこの辺はね、進展があったらまた報告します。はい、そんなところでね、僕の開発したアドオンの方もね、楽しみにしていてください。まあ審査通らなかったらね、まあその時はねちょっとまあ別の方法を考えますかね。いつもの通りね、Google の、ドライブの方に上げて、ダウンロードできるようにしてもいいんですけれども、まあそれだとね、まあプロモーションできないですよね。だからこのたまたまなんかその僕の動画にたどり着いた人しかダウンロードしてくれないっていう状況になってしまいます。まあだからまあ審査落ちたらちょっとまあまた別の手段を考えますかね。はい、そんなところです。まあそれじゃあまたねー。